ってきます。いらっしゃい。いらっしゃい。僕は佐々木健二。うちはお父さんとお母さんとお兄ちゃんのごく普通の4人家族です。でも、それぞれみんな家族に言えない秘密を持っています。今日も帰り早いの？いや、今日はやることがいっぱいあるからな。ドーナツ作ってるの、降りてこない？俺は親父や母さんやケンジを守ってやりたいからアメリカの軍隊に入るんだよ。君一人で来たの？もう6年生だから自分でやりなさいって言われました。確かに3ヶ月分の給食費が身の詰まってますね。いいじゃないピアノ。私ピアノできる男の人って結構好きだな。なんか俺らってさ、ゆっくり沈んでく船みたいだよな。あなたには才能があります。ピアノはダメだと言ったはずだぞ。本当はただ説教して威張りたいだけなんでしょ。やめて。あ、違うんだ。東京ソナタ。